どうも、星野のリクとジャスティンとやる気元気、大輝とそしてザ・クラブの鈴鹿つばきです。おーい、よろしくお願いします。出たー、鈴鹿さん。そうです、鈴鹿。それ知らなかったわ、つばきっすしか知らない。確かにね。え、ゲンジナも変わりましたよね、多分。いや、ゲンジナは鈴鹿つばきなんですけども、なんか覚えやすくてつばきっすね。あー、そうなんですか。やっぱりね、流行りどころ言いたいじゃない、流行りどころ。流行ってんねん。おー、こいつ流行ってんねん。いやいやいや、俺、逆に今流行ってるのを知らなかったの。でも俺、昔ホストを始めた時ぐらいから潜在指針見たことあるんですよ。有名やったよね。いや、すごいんだぜ、売り上げとか。すごいね、先月とか特に。聞きたい聞きたい。いや、それを今から深掘りする。マジかよ、掘っていくの。ガーダーダンキスミー。何を隠そう、上半期売り上げ、多分1位。いやいや、多分いや、ちょっとね、まだいるかもしれないからね。すごい、上半期なんとこの方、全世界のホストで1位。えぐ。で、もう一個、もう全世界のホストで一番腹筋割れてます。あ、よく知ってる。これはね、昔からない。昔、ホスト一回俺辞めてったのをツイッターで拝見してて、ホスト辞めたあたりからバッキバキになりましたよね。よく知ってますね。はい、僕今ツイッター腹筋は8個ぐらいありますもんね。腹筋はまあ6個で、6個あるやん。いや、6個でいいやん。6個でいい。あと、まあよく投げ銭がどうのって俺ら話してたでしょ。言ってた。俺の投げ銭タワーみたいな、ほ、まあほぼ先駆者。ほぼちゃんと、そのみんな、まあいっぱいやってる人いたんですけど、ちゃんと成功させたのが1人目。しかもホスト戻って全然経ってないですよね、まだ。ホスト2年経ちましたね。そうっすよね。まあそのサイトがドネっていうサイトなんですけど、それにいくらタワーした言ってやってくださいよ。そうですね、一番初めタワーしたのが4ヶ月で2500万。やばっ、マジっすか。投げ銭だけばい。それってお客さんに投げ銭で投げてよとか言わないわけないやろ。そうですね、僕YouTube 始めた1年前なんですけど、 YouTube やりたての時にもうお客さん、昔のお客さん全て切れちゃったんですよ。へぇ、まあそうね、それやめてた。結構長いこと辞めてましたよね。3年間やめてた。そうですね、知ってるやん。そう、俺 Twitter 見てたよ、マジ。それで、復帰して1年間、もう全く鳴かず飛ばずで全く売れなかったんですよ。そう、ツイッターが伸びんで。そんなことないでしょ。椿さん、俺ツイッター覚えるから。まあ、ぶっちゃけフォローはしたことないんだけど、俺、この人変な人やなと思って俺見てたんですよ。え、どんなイメージでしたか。なんかマジで正直ね、トレーニー、トレーニー、あと、ポエマトレーニーイケメン。あー、ポエマね。めっちゃ、なんか、わけわからん腹筋のツイートに文章が、今日も俺に会いたい子でもちゃんと違うみたいな。なんかあんまりいいじゃない。今の方が強いかも。前はそこまで、今はいつも同じベッドのところで撮ってましたね。ああ、よく知ってます、見てます。今はやばいっす。こいつなんか気持ち悪いと思って。俺今知らんもん。言い過ぎやね。復帰したんだと思ってツイッター見始めて、あ、フォローはしてないんですけど。してないですよ、今に。でも、そこから毎日めっちゃ画像付きのツイートとか椿さん上げてて、で、うわ、めっちゃイケメンなのに全然伸びんなーって。いや、もうさすがに放っておけないぐらい強くなっちゃって。俺も、その、まあ、DM 送らせてくだ、送った際に、まあ、フォローはしてないんですけど。してない、一緒一緒。せめてしろよ、じゃあ。で、今、上半期でいくらでしたっけ。2億飛んで5000万。やばー、2個。僕がね、1年間で去年で2億1000ちょいなんです。それをなんと半年で。そう、えぐいて。えぐいな。175日ぐらいでね。え、今朝だよ。進んだって。それ1回目のターンが2000万で買ってました。そうですね、初めて。ちょっと待って、タワーをしたのは正直ドネを始めて今1年間ぐらいなんですけど、初めの4ヶ月間はもう見よう見まねみたいな感じでやっていて、で4ヶ月間で2500万貯まったんですよ。すごくやばいね。で、そこからが問題なんですけど、ここで結果を出してきて、うちのグループがみんな YouTube をやり始めてから、で、このドネの競い合いになってきたんですよね。あー、なるほど。そう、真似します。ドネグループって今言われてますもんね。あー、なるほど。店売りプラスこの投げ銭の配信の2つがないと何万取れないってことで。あー、で、こう力を入れてって今1ヶ月間で大体2000万とかそういうペースで集まってくるようになったんですけど。どういうこと、1人で。あ、僕です。1人でですね。まあ、リスナーたちが来て。すごいな。え、ちょっと待って、1ヶ月で2000万集まるんですか。2000万ですね。すごい。え、ドネって例えば1万投げられたらバックいくらなの。払う方が、1万投げるで1万2000円ですよね。だから、
で1万円です、ね、1万円です。バック的にどうなるの、80%で 93% は自分のところなんですよ。すごい、すごいね。ちょっと待って、じゃあ2000万投げられたらもうほぼ1800万。いやいや、それはもう2200万投げられてるってことですよ。そうです、うん、2160万の正確なんですよ。で、2000万のお前すげえなー、やめろよ、おい。え、じゃあ根本的にドネって YouTube でやるんですか。そうですね、ライブよ、ずっとライブで、うん、TikTok ライブとかではなく YouTube ライブでフォロワーさんたちが見てる感じですよね。そうです。で、YouTube って俺のチョリンはさ、うん、スパチャじゃん、うんうんうん、だからスパチャを投げてくる人はいないんですか。じゃあスパチャの場合だとパーセンテージが結構取られちゃうんで。そうですよね。え、だからみんなにドネで入れてねって配信で言うんですか。出てます。で、そのリンクが貼ってあるってこと。うん、そうです、うん、いや そこまで俺やったんや。あ、やったの。俺ずっとドネみたいなクソみたいなやんなって言ってたから、うん、じゃあやってみようと、うん、試したけどやっぱよく分かんなかったから、うん、今日聞きたい、うん、聞いてください。難しい。ちょっと一回コラボライブ出させてくれませんか。あ、全然いいですよ。ありがとうございます。すぐ飛び売るやん。もともとはそのスーパースターの方でしたよね。そうですね。あ、スーパースターってあれでクリの名とかじゃなくて、ね、店舗の名前がリフトみたいなの。スーパースターがいっぱいいるようなお店ってことね。スースターだったじゃないですか、うん、で、ローランドさんのお店にそうです。を選んだ理由は何なんですか。自分がこう、なんか承認欲求の塊なんで有名人になりたかったんですよ。はい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 。で、初めこう YouTube やられたじゃないですか。で、ちょっとこう嫉妬心がすごいあって、うん、まあ、自分ももっと嬉しい。はい、そうですよ。これ結構ガチめにやって、めっちゃ嬉しい。街中歩いてて芸能人にはなれなかったんで、でもこうキャーキャー言われたかったんですね。声かけられたりとか。そうなんですよ。で、例えばだけど違う店舗で何番取ったとしてもその数字はいいかもしれないけどその先がないなと思っていて。キャーキャーはないです。キャーキャーで僕のゴールっていうのはその数字はもちろんなんですけど、今年僕自分の目標は日本一のホストになるっていうのを立ててやってるんですけど、今日本一だしな。まあ、そのホストの枠にとらわれずにこうなんだろう、その先もうこうキラキラ言われるぐらいなプチ芸能人じゃないですけど、はい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 、YouTuber、インフルエンサーですよね、だから言うたら。なんで今日はちょっとあやかしてもらって、いや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 、嬉しい。そもそも結構前に連絡はいただいてたんですよ。で、俺らコラボばっかりしてたからちょっと待ってくださいみたいな感じで。あ、そうなんで、今撮影大丈夫ですかってこっちからまた。なるほどなるほど。え、ツバキッスさんのホストを辞めるっていうきっかけは何だったんですか。一回まず元カノのことめちゃくちゃ大好きで、ああ女に狂って辞めちゃったんですよ。あ、そうなんだ。プラス僕そこのタイミングでまあ、ちょっと無知なもんなんで今日お金投資とかあるじゃないですか、はい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 、で僕億ぐらい結構やられちゃったりして、結構お金にも結構苦労しましたね。マジっすか。あ、それで復帰に至ったんですか。そうです。そこでいろいろ重なってもうちょっとこう人生終わりにしたいなじゃないですけど、ストーリーも1回も1年間更新しないぐらい人ともう誰とも会わずに引きこもり生活してました。しかもそれでインスタもみんなに蹴ったりっすね。いやー、そうなんですよ。結構あるんですよ。だから YouTube ライブってどれぐらい人来るんですか。例えばタワーの当日だったりとか一番多い時になると、はい、もう2、3000人とか。すごい。毎日ライブ配信してるんですけど。何時間ぐらいやられてるんですか。最低でも2、3時間ぐらいは営業割ですか。本当にね、やっぱアプリコーとかいるじゃないですか、もうめっちゃやってるもん。長い、6時間とか全然やってますよ。なるほど。その他に、営業前にもやってるんですけど、営業前と営業後にやっていて、プラスで TikTok とかも。マジすごいな。家でですよね、だってパソコンがないと。そうです、ドネは。そう、パソコンが絡まない。あ、そうなんだ。ずーっと喋ってんすか。じゃあずーっと喋ってますね。で、ほとんどの締め日前とかになるとこう煽ってちょっと頑張させてくれる。すげえ新しいタイプのニュータイプ、ね、え、でも収録ぐらいでホストも出てるんですよ。いや、毎日出てる。毎日出てます。やばない。すごい。それこそ本当に24時間ホストじゃないですか。スタミナ園。すいません、いや、いいね。なんでそこだけ拾った。タワーを目標にこういうのをやりたいという、まあ、クラファンみたいな感じじゃないですか。それが終わって今毎月いくらぐらい集まってるって言ってたんですけど、うん、それをどういう風に使ってるんですか。タワーとかじゃなくても、うん、なんてことだ、ブランデーだったりとか言ってましたもんね、一番高いやつ。ホストクラブブルックパール、はい、やばっ、はい、ヤオハウヤオハウ。あのね、おめえらが思ってるよりめっちゃすごい。いやいや、でもツイッターとかでちょこちょこ入って。いや、もう2億5000ってだけでもう8月まで。いや、やばいっすよ。俺もう椿さんマッチョ画像ツイッターあれとかって。いや、あのね、本当失礼しました。結構前だ。批判めっちゃされてたのに
って言ったのすごいわ。だけどやっぱ最初はね、やっぱそういう、いや批判してる名前やったよね。批判してた。こういうのをきっかけに、やっぱ俺いろんな人に聞くんだけど、配信の頑張ってるけど、やっぱね、長い、みんなめっちゃって楽じゃないですか。それをね、旗から見るとやっぱ楽に見えるんですよ。努力量が半端ない。そしたら、だから俺らが一回ディスったじゃない、ディスったっていうか、そういう動画撮った。俺らって言わないで、あなたがディスったよね。っていう動画撮ったけど、コメントにいっぱい来たんですよ、やっぱり。いやいや、頑張ってるからみたいな。来てたね。それってやっぱり、この頑張りが見てる人がやっぱ認めてる証だね。だと俺は思うんだね。確かに。だから本当になんかすいませんでした。いやいやいや、全然全然知ってくれてるだけで。いや、僕はもうずっと本当に。え、椿さん、地元どこですか？群馬です。あ、群馬なんすね。群馬、群馬はいい人が多いですからね。スカイランド行ったことあります。スカイランド、はい、あの山の上の、わかります？知らん。え、知らん。あ、知らん。あれに言うなよ。いや、マジあるんやって。ないよ、群馬に。群馬に遊園地はねえんだよ。群馬なめんなよ。ねえんだよ、群馬に遊園地。群馬あるよ、あるよ。一人で、そのライブで長時間喋るのが俺無理なんですよ。確かに、ちょっと頑張ろうとしたもんね。何回か俺やってる、ゲーム実況とかしようと思ってたんですけど、そう、リックはやってるけど、一人で喋ってると、なんかわけわかんなくなる。一緒、黙ってたもんな。もうなんか自分が言ったことが、一人でそのライブ配信をさ、YouTube ライブでする。何時間もやろ。で、毎日えぐいすごい。休日とかになるとやっぱり6、7時間っていうのは当たり前になりましたね。でやばっ、やっぱそうよ、ね、ゲーム実況とかはしないですよね、ずっと喋ってるんですよね。しないですね。で、締め日前だと24時間配信。いや、すごっ。え、それ寝ないってことですか？寝てるところを撮るとかじゃなくて。いや、もう寝ないんすよ。もう逆に言えば、え、あのチャリンって音、鬱になりません？寝てる瞬間、あの24時間配信と別で寝てるところをやってる配信もやったんですけど、やっぱり初めはもう出勤の時にもう涙流してる。正直、正直、やっぱり言ってるんですけど。そうっすよね。ちょっと辛すぎて。そりゃそうね、そこ乗り越えても遠いな。すげえ。鬱にはなりかけましたね。でもさ、それさ、根本すごいのってさ、それでプラス毎日ホスト出勤してんのだよね。だってそれだけやったよね。配信者ってさ、そうなんすよ、そんぐらいやるやん、配信で。だって配信一本だから。でも、椿さんのすごいとか、プラスホストも出勤してるから、よし、金使おうってなるんでしょうね、って僕は個人的に。ちなみに1ヶ月で一番使う人ってどれぐらい使うんですか？先月で言いますと、1ヶ月1600円。はぁ？1人？1人ですね。で、やって今2ヶ月目です。え、どねじゃなくて、どね、あ、どねはまた別に。あ、どねじゃなくてね。あ、いや、どねが気になって。え、それもそれすごいよ。ちょっと待って、一回置いとこうか。置いとこう。一回どね置いとこうか。1600って、多分ルイ結構入れたんじゃないですか、先月。ルイでしたっけ？ルイたりパンパン。そうでしたね。その姫はその1ヶ月前に出会いまして、で、YouTube からで、で、またずっとこう見ててくれたんですけど、で、ついにこう自分のところに会いに来たいっていうことで会いに来てくれて、初指名がだいたい100万円だったんですよ。初指名の時点で1600万か。なんか一応ドンと構えない、こっちも。で、その月の締め日にだいたい1000万だったんですよ。どういうこと？すげえ。で、先月は1600。やば。でもそれもどね、YouTube を見、配信を見てってことですよね。そうです、配信でずっと見てて。すげー、それ夢があるっていうかね。夢があるな、うん、始めよう YouTube。 やってんだよ今やってる、細々。やってんだよ。え、で、どねは、どねは、そうそう、どね、投げ銭は、そう、最高一人でどんぐらいですか？一発とかですと、1日はその一発とかだと50万とか、1ヶ月とかだと、どうなんだろう、わかんない。ちょっと統計取ってないんですけど、多分ですけど、まあ300。ペコペコしてコラボしてやろう。全然全然、何も俺も、私まあまあでも、ツバキッスさんのあの背景の方いる。俺で、自宅ですか？自宅です。あと地方配信とか、あ、ちょっと遠征して。そうですね、今47都府県全部回るようにしてるんですけど、それはリスナーの方たちがやっぱり日本全地にいるじゃないですか。いうこと？それなんで、少しでもリスナーとの距離を近づけるために地方に還元というか。そうですね。もうなんかもう考え方が違う。やろうよ俺らも。できねえだろ、まずパソコン持ってねえじゃん。パソコン持ってねえから。プレス5ある。あと、お前部屋もねえだろ。あんだよ部屋は。部屋は、部屋はあんだよ。どういうことだよ。どこで寝と、実家。ドネってちゃんとクレカとか登録したらできんというか、それがすごいよね。そう、あのさ、課金とか気軽にできないから、それをわざわざ登録してる。だってさ、サイトに飛ぶで、カード登録するっていう手間があるにもかかわらず、それでも椿さんにドネで還元したいと思う。めっちゃすごいと思う。それが分かんないですよ、こっちからすると。分かんない、やってないから。そんなにみんな登録してくれるもんな？
そうですね、なんかやっぱりこう思いがあるとは、うん、したくなるようなやっぱ配信つばきっすあちなんか顔がかっこいいとかそういう人たちって結構ホスト以外にもたくさん、ね、そうですね、 YouTuber とかライバーとかいると思うんですけど、その投げる理由っていうのを明確にしたら、うん、もう少しこう応援してくれるんじゃないかなと。なるほどね。いやもう47都道府県リスナーのために来たいだけでなんかさ、もうみんなファンしたいなってなる、うん、みんなファンになる。いやそうだね、自分の地区に来てるとき投げたいよな。そう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 。なるほど、いや勉強になるわ。いやそのなんかストーリーがいいよね。すごいなんか波乱万丈やけど、しかもその女ボケしたっていうのもさ隠さず言って、うん、カホもすっげえ嬉しさよ。椿さんってめっちゃもう宣材写真誰でも見たことあると思うんですよあの時代、うん、でそっからそれを超えていくよ、うん、よりでっかい木になってるからね。やべえマジで YouTube 頑張ろう。何かしら貢献せんとな。本当に旗から見てたら誰やねんと思ってる。そうですね、一般的にはね。一般的には Twitter とかやばいね。そうそう、結構やばいこと言うから。あなたもよ。僕やっぱやばい人、やばい人、やばい人って思ってます。多分全ホストがやばいホストって ホストっぽいなと思ってました。あーなるほど。見せ方うまいなみたいな感じですね。僕からしたらうまいんですよね、はいはい、でも椿さんはちょっと無理して書いたりとかもね。あーそうですね、面白い。そうですね、そっちエンターテイナー的でやってるんですけど。あーですよね、全部す本当はもともとこういう。あーなるほど、逆にですね。逆にそう偽れない。じゃあ初めにいくととね、つばきっすの夢の何ドネ対決。出た、24時間リスナーガリガリだ。ドネ対決24時間。リスナー貧乏って呼んでんだから。いやいや、らしいっすね。いや、貧乏って呼んでんすね。俺リスナーのこと貧乏って呼んでる。ちなみにそのチャンネルって、そのドネのチャンネルって 何でやられてる。YouTube やり始めて1年なんですけど、つばきっすで、つばきっすチャンネル。だからもうつばきっす、つばきっす、つばきっす、キッス。もうつばきっすって忘れるもんな話に。基本はでもライブ配信だけですよね。いや、あの、下に1回は動画上げるやつ。すごっ。あの、マジですごすぎる。なんかさ、俺らマジ、カスやな。カスよ。ちなみにメンバーどんな得点があるんですか。まずライブ配信でもメンバーシップ限定の深い話をしてるっていう。いやこれメンバーメンゲーどれぐらいの定期でやってるんですか。それは週に1回とか。おーやっすごいな。最近やったライブ、まあ、そんなやってないだろうなと思ったけど4時間前ですね、うん、あれえ4時間前ですか。今日休みっすか。今日は出勤、出勤前にいつもやってるね。出勤前だったら4時間前で7時から9時の間にいつもライブ配信やってます。へえ。で、それ営業終わった後に、まあ、2人とか、それから対談動画撮って、それ終わった後に、まあ、やるみたいな感じで、出勤の前後。なんか新しいよね、このカリスマホストの形が。そうそうね、そうね。普通にマジすげえっす。いやいや、なんか、真似できない次元の努力。そうそうそう。これがカリスマホストかって。分かってるんやけどね、やればいいって分かってて、できない。なかなかそう、真似できるっていうのはすごいもん。そのドネのお金使ったらもったいないと思いません。使わないといけないルールなんですよね。なるほど。なんでポッキーはできないんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。それってその次の月に持ち越すとかはしないか。まあできます。あ、それは OK なんですよ。俺一応ポッケするルールで。ポッケする。なるほどなるほど。欲しい分はもらう。なるほどなるほど。でも逆にさ、その絶対にお店使ってくれるっていう安心感もあるじゃん。そのドネ見てくれてる人からしたら、だからちゃんと使ってくれるっていうかね。僕も一回現金かけてタワーしたことある。見ました、ツイッターでやりましたね。うまいなと思って。うまいな。そんなやり方あるんだって。面白いじゃん。ですぐパクろうかなと思って。いや面白いことしたくて。ああ、だからちょっとドネホストってローランドさんたちしかやってないんで、ちょっと僕も一回やってみたいなと思って。結構集まってましたね。いやそんなんすよ。もうそのがむしゃらに飲んでるの氷結。いやいやいや、例えば現金角度の袋をいっぱい並べたんで面白かった。ああ面白かった。あれは最先端、なんか面白くて。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、さすがにやっぱ YouTuber だなと思って。でもさ、でもさ、俺らもさ、なんか最近俺、テキーラ絶対飲むやつみたいなキャラ作ったんだけど。いいポケ。え、どう、うまい、めちゃくちゃいいやん。え、うまいやろ、うん、え、そう、え、テキーラ飲むキャラにしたら、まあ、ヘルプでもテキーラ頼ましてくれるみたいな。はい、ということで、はいはい、今日はね、つばきっすさんにお話を聞いたんですけども、つばきっすさん あのチャンネルとかインスタ、ツイッターとか概要欄に載ってるので、はい、ありがとうございます。チェックしてみてね。それではつばきっすさん、今日はありがとうございました。いや、こちらこそ本当に出してくれてありがとうございました。今日はここまで。でん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 大根、裏表がありますよ。何それ急に。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ほら。
俺3人に見えると思う。今ホスト業界の一番マックスの年間が5億ぐらいだっけ。へぇー、約2000万、約2000万。それをやっぱぜひキッスさんに超えてほしいね。いやそうなんですよね。あ、今そこの目標はそこなんですけど、ちょっとまだきついっすね。いや結構きつくて、このペースでいくと多分ですけど4億とかなんですよ自分の。4億でも何言ってんの。4億、いや4億ね、24時間しかないわけで、そこで自分の労力だったりとかこう頑張るじゃないですか。そこの頑張りっていうのはもうこれ以上はいけないと思ってるんですよ。ってなったんで、最後はもう本当に運がかからんでくるなと思っていて、でやっぱりホッシュさんのこの、ね、テレビ出てあやかりたいもそうですし、やっぱチャンスはちょっと 1% でも。あーなるほどなるほど。こんな売り上げあるのに動画出てくれるのがやばくない？すげえ。いや出させてほしいぐらいだっす。あとテレビではないです。俺たちまだいいの YouTube 流せよそれは。いいんだよ、訂正はしとか。いいんだよ YouTube だ